チキラとメタジュンです。今回はクイーンウォーカーズベース、デーモンキングスというクランをやっていきたいと思います。あと、インディアンクラッシャーズカップみたいなやつだったかな多分、これはね、そうですね。はい。まあ、初戦なのでね、まだ対戦相手がどこかもわかんないんですけど、まあ、結構ね、交渉した感じ、なんだろう。クイーンウォーカーズとできるなんて、みたいな感じのテンションだったので、まあまあまあ知らないクランというのもあるけど、まあ普通に勝てる相手だと思うので、ボコボコにしてね、格の違いというものを見せつけてやろうかなと思います。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい、ファーストアタックガクですね。これは天才ラバル。ですね。バスター。これ、それ、バルンシ。え、なんでバルン出したんだ？リストの竹取り用かな？危ね。あ、大丈夫か。これ、援軍つったらちょっとめんどくさかったですね。さあ、真ん中バス、転載していって、マルチ IT を折りつつ安い2本折っていきました。それ、かなり美味しいバリュー。これってさ、あー、そっか、金庫に行っちゃったのね。間に合うかな？最悪だ。速攻でね、大工はいないか。大工はいるか。いるので直されないうちにやっていった感じ。お、いっちゃんの削られてる。これ援軍全部出てないのがちょっとめんどくさいですね。いや、どうなんだろうな。多分、まあ、突撃艦だと罠が出た時にめんどくさいということでやってったと思うんですけど、バスター、あ、でもこれ逆に、いや、無理か。インビジブルねえな。いや、プランぶっ壊れたな、これ。いいや、トルネイド。何もできないな。キングでロイちゃんを刺していくと。まあ、おそらくこの投石あたりまではロイヤルチャンピオンを刺していって、クイーンをこう、キングクイーンをね、ここに入れて、ロイヤルチャンピオンもあの投石の部屋に入れていくってイメージだったと思いますね。それができてればめちゃくちゃ強そうだった。あと上からラバル流すだけで終わるんで。あー、テスラここか、全部。プランはわかりやすいですね。できてれば強かった。逆からラバル。こっちからなんだ。クイーン処理ができてないので、上からやってこっちラバル領事展開的な方がいいかなと思ったんです。あー、これは痛えな。さあ、ここからトームですね。さらばルーラーから刺していく。いや、きついな、そもそもが。そもそもがきついんだよ。時間もねえな、全然。絶対無理だ、これ。バルーン球体。絶望だな、これ。そらすけー。自分を打ち切っていっても、突撃艦だと罠があるかもしれないというところもあって、バスターでのケアしてったと思うんですが、これ結構パーセント低くなりそうですね。これはタスク切りましたかね。さすがに、ブチ切れたかな、ガクも。これはブチ切れましたね。まあ、こういうクルクルがあるんでね、公式大会では、回線、タスク金の禁止とかそういうルールがあるんですけど、もうこれは特にないんでね。もう完全にやりましたね。タグの、最近これね、取れない形も増えてきたよね。まあ、突撃艦のスプラッシュダメージみたいなところもね、ダウンホールに入ってないからね、バスターだとそうなっちゃうっていうところで。さあ、インドラって言おうとしたけど、レベルが低いだけで、ドラゴンライダーですね。なんか、あ、スパーチャかなこれは。クローン入って、インビジブル7なんで、スパーチャっぽいですね。スパーチャクローンかなと。ですね。バネですごい飛んでって、あ、なんか、すごい、なんか、事故ってそう。巨爆とトルネでだいぶ数減ってますね。ただタンホール自体は破壊されていく。クランジョンも壊されちゃったんで、今出てる援軍しか相手がいないと。なんかまた、なんだなんだ。スケルトンかな？
スケルトンとあっちか。どうなんでしょうね。狙ってたのは多分イーグルとかマルチ IT というか、投石2機構とか、あれ全部狙ってたと思うんで、ドンマイですね。あ、これクイーン入れないでキング入れるんだ。クイーンハールジョン。うん、マジか、うま。本当に？リストが暴走してますが。サイドから出して、あー、これ。クイーン投石入りますね。フロッグ早め。はい。いやー、結果的にめちゃくちゃ強いな。なんでここ投げたんだよ、そこ。そう、呪文はただもうないんでね。どうでしょうか。こんな安い強そう。イーグルも残ってる。ロイちゃん能力は、ここで使っていく。大工が壊されていきますね。いやー、これやばいのか。クイーンも生き残ってんの。ほー。イーグルにライダーが向かってしまった。時間回収ユニットゼロ。え？この辺、あ、ガゴリ入れてるよね。ガゴ相当おろそかにしたな、こんなにいないってことは。そう、ドラゴンライダーね、ガゴの扱いめちゃくちゃ大事だからね。なんで1体しか生き残ってないんだ、ガゴ。何体積んできたんだろう、これ。すげえもったいないな。プラン的にいけるプランだったのにね。スパーチャクローン失敗してこれなんで、まあ一応成功してるけど、ほぼ失敗みたいなバリューしか取れてないんで、ドツイズで、同じ呪文枠数で多分あんま変わんなかったと思うんでね。いや、危ないね。意外と強い？さあ、スタドラ。はいはいはい。クイヒーのドラゴンライダーですね。どこだ？あ。まあ、新レベルのバルーンはね、一体で倒せますからね。アーチャーいらないんですよね。もう知らないのかな。さあ、レイジをかけてイーグルまで削っていくと。まあ、これ多分うちのメンバーさんなら、この配置僕が攻めてるとこ見たことあると思うんですけど、メンバー限定公開でね、ああ、じゃあ、メンバー限定ディスコードの方で、クイヒーラバルのね、プランの組み方というか、その解説をしたときにちょっと、説明に出てきた相手の配置ですね。その時はちょっとテスラの置き方が違いますが、これは、投石の方まで穴開けしつつ、ジャンプがあるんですが、さあ、ベビードラで外周部サイドカット。おそらくこれ投石の壁繋ぐとこつくと思うんで、そこに投げるかなと思います。さあ、AT を破壊して、角度つけないとウィズトの方行っちゃうんで、角度つけてと、あ、そうですね、素晴らしい。しっかりつきました。早めに開けちゃうとね、これ、対地クロスの方殴ってから行かないっていうことまで考えてるのかな。対地クロスに一回避けてから穴開けをしていきました。いいですね。そして、ターンホールの方へキングを誘導していきます。これ完璧ですね。さあ、ちょっとキング、これ、ウィザード間に合うか？間に合わないね。そうだね、僕ならこれ、迫撃切ってこの辺、ウィズで切っとく気がする。さあ、さすがにこれで中心ジャンプで連れていくと。いいですね。ピストでタウンホールを破壊させつつ、残り1分の段階で、インドライダーがここから飛び、ちょびちょび投入と。援軍はそうか。突撃艦のタイミングで出してるか。そうなると相手のクイーン処理に、ここストライカーを投げつつ、トム、素晴らしい。完璧ですね。残り40秒ぐらい。クイーンの能力を守りつつ、ロイヤルチャンピオン残ってるんで、余裕な全開ですね。フリーズが？フリーズも余ってるけどもって感じですね。さあ、回収もしっかり出されて、ここでフリーズ。アーチャーは順に出していきます。ロイちゃん出さないですね。
時間ギリギリなんですけど、ロイちゃんは出さず、これロイちゃんなしで前回撮ったぜ、イエーイとかするつもりですかね、これは。するつもりですね、これは完全に。あー、するつもりだ、するつもりだ。するつもりですね、こいつは。やってるわー。どうすんの、時間勝負になったら。そう。中華式ですね。中華式のアタックになっていきますか。まずは、ウォーデン。タウンまで狙うってこと？ぶっちゃけここだけのカットならクイーンでいい気がするんで、クイーンでいいと思うんでね。狙うんか、これタウンまで。ベビードラまでサイドカット使っていって。角度的にどうなんでしょうね、これ。このベビードラ仕事しますね。あ、向かわないんじゃないかな、タウン。お、そのベビードラめっちゃ仕事するやん。うわぁ。超仕事しやがった。ああ、なるほど。タウンは狙わない形でいくみたいです。まあ、クイヒーとかワンチャン取れる可能性もあるので、おでひーで確実にやっていったっていう意味ですかね。なると、突撃感を刺していく感じかな。角度しっかりつけて、ホーミングチェック用のバルもしっかりいい感じに進んでますね。トレネ見えてるからね、ぶっちゃけもう。闇にトームかけても絶対取るんだよな。これいいトームだな。しっかりタウンに届いていきつつ、レイジ、レイジってことはイエティなんだ。伸びなそう。うん。呪文はたくさんありますが、どうでしょう。結構いい形の入りをされてしまいましたか。奥にジャンプがなかった分、ここでロイちゃん使っちゃうんか。リーズとか打ってロイちゃんの能力を延命させたい方が強かった気もするんですが、ここで使っ、ここ使うのありだったな。いや、ここだよ、絶対。そこ打ちだよ、今の絶対。ホールレカまだ2枚あるな。これを予期してるのか。使うシーン他になかったけどな。これは、いや、いい。いや、攻めるね、そのレイジ。しっかり乗せるし。強いね。間に合いそうだな。いかれたかな。いや、格の違い見せつけるところがしっかり。普通に試合してるかな。持ってかれそう。自分は余りますね。フィードかけていきつつ。行かれましたね。行かれたか？あ、行かれたか。ああ、間に合うか。さあ、星さん。ドラゴン、スパチャドラゴンライダーですね。同じ編成ですね、一人目と。どこから来るのか。これレジェンドでも見ますよね、この愛知。さあ、バルーンバルーン。マルチにホーミングチェックしたいイメージかな？スーパーバルーンで刺しつつ、これスパーバル3体で、ま、IT 潰せるんですね。一回行って、さあ、スパーチャー部隊がやってきました。まあ、マルチ IT はどっちにしろここで壊せるっていうことで、あえて壊せなかったってイメージですね。スーパーチャーの攻撃食らったスケルトンとか、アーチャーって飛んできますね、こうやって。お、巨木。タウンホール確定で取りたいよ。インビジブルは残り、これラストインビジブル。なんか気づいたら裏の方まですっかり消えてますね。これどうなんだろうな。
まあ、だいぶ削れるか。これもう始めていい気がするけどな。左からじゃないのかな。はい、これあるの。あ、そっか、このね、あれってポイズン使わないからね。ポイズンないからね。援軍残っての処理が結構めんどくさいですね。これ他の援軍だったらちょっとめんどくさかったんじゃないかな。いや、時間結構貯めるね。いや、もうやっていいでしょ。いや、だいぶ貯めるな。1分切っちゃうよ。間に合う。回収出せるけどな。さあ、ここかけました。いや、6時ならな。さあ、残り50秒というところ。ここホーミング見えて射程と思ってきましたね。うわ、テスラ森。すごいな、9時。ヒーローパートめちゃめちゃ強いな、これ。バクノビアンケン。これ、ストライカーヒーローの方で、という判断をしてきましたね。うわー、ヒーロー強すぎ。ヒーロー強すぎ。ヒーロー強すぎ。これ上まで行くから時間があれかと思ったけど、ヒーロー強すぎてこれ。これドラゴンライダー、ラバレでもドラゴンライダーでもあんま勝んなかったですね。いや、強すぎヒーロー。爆伸びだ。余裕でも似合うやん。強っ。これはトツイズのドラゴン。タウンスーサイドね。じゃあ、タウントツね。やつやな。強。いや、援軍ぶっ飛ばされた。ここからどうする？6時。フライドロー。あー、なるほど。あ、新角度か。なるほど。グリーンで対一の竹を取っていくと。さあ、レイジをかけていきつつ、あー、トンビまで打っていく。そっか、援軍もう潰してるもんな。これドラゴンがしっかり中心部に向かっていきます。いい流れ。ここでトーム使いてえけどな。ここでトームなら絶対リーグがないのってリーズニアーツ。いやー、絶対ここでトームだったね。だいぶ解けましたね。一気にドラゴンが消えて、いやー、強そうには見えたんですけどね。トツビズのバリューも結構あったし。さあ。どうだろう、残り1分。シングル IT が無理だね、きっと。あ、いや、無理だね。クーンがワンチャン向かうと思ったけど、さすがに無理だと思うな。さあ、クロークを吐かしたいって言うと、先におられるかな。クイーン頭悪い、こいつ。すげえとこ殴ってるわ。ユニコーン生き残って、お、あー、これでシングルおられると、その大工の付け根おられるとめんどくさいっすね。じゃ、フリーズをかけていって、うお、逆サイの大工まで飛んでいく。なら無理だ。終点まで、これ届くけど、時間がな、あー、いいとるね。いい取るね。これあっちゃいや言ってくれ。対空砲がおられないのって。あ、どっちにしろ無理だ。でも伸びたな。いや、絶対これトームのタイミングだと思うけどな。トームのタイミングゲーな気がしたけどな。サクラス。お、ティガホグ。
ギガめっちゃ多いな、22体。タウンホールですかね。ビズビタ漬け。これは、タウンホールの区画めちゃめちゃバリューでかいっすね。日本見えていく。トース、タウンホール壊した後にトースキクロスとかめっちゃ壊せるんでめっちゃ強いぞ。これキングのルートもめちゃくちゃに強いっすね。キング投下がめっちゃ強い、このルート。あー、これ綺麗に入るなー。しかも、リックスケ大量回収。綺麗に入りますね。ホーミングもそこすでに見えてるんで、次のターンホールに合わせてホーミングで OK。さあ。対空砲膨らみますね。対空砲膨らんだら弊社切んなくていいから。援軍処理がしたいところ、おお、また、テスラと、ビッグスケルトンが見えていくと。そ、さらにテスラ。いやー、これめちゃめちゃアドがでかい。あ、いいホーミングバルーンタイミング。さ、ここで援軍が出てくるのが強い。フリーズ。うーい。いいよ。素晴らしい。サガゴもしっかりパピーを出してきつつ、ディガホグ展開。完璧ですね。それ以上、置いていく。どうか弊社セットで、しっかりキングがマルチ相手の方に入っていきました。いや、強いぞ、フィストフィスト。オッケー。これは食い火のバレがえぐいですね。これは止まんないね。ここでトームでしょう。よし、全員とかかっていく。これは余裕だと思うな。いいレイジング。からのヒール。ここでレイジの乗ったヒーラーがスイッチしていく。これは一生止まらんな。すんよ。おー、潜っていく。あー、強い。これは強い。圧倒的や。これは強いね。インビジュルをよくわかんないところに置いていって。で、フィニッシュ。ボコボコ。これは強い。これは完璧でしたね。さあ、ライドラッシュ。ホームテックからのライドラ。なるほど。12時9時。一本指でやってますね、この人。おっそ出すの。トントント。リングにガン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 って出てきましたね。レイジ、レイジ。あ、レイジ1枚。からのレイジ。結構固まってるんで、オーバーキルの連発になりそう。これは、あんまり、慣れてないかな、ライドラッシュに。あれ？なんでイング出たっけ？アボデン死んだ。リング見てない気がするんだけど。ライドラが次々死んでいく。これはやったね。スーサイドになりましたね。ライドラ全滅です。そんなにライドラ対策したつもりないと思うんですけど、クラフトだろう的には。勝手に全滅しましたね。いや、さすがに無理だよな。時間だけは潤沢にあるんでね。まあ、無理ですね、さすがに。フリーズ。残り1分半ぐらいある回収を眺める時間となりそうです。なんだろう、最初のテンポ感っていうのがあんまり、ライドラの上手い人のそれとは違うなって感じでしたね。
これ、ラシケンのやつってね、結構、いろんな指使って一気にユニット出して、かなり早めることって結構大事なんで、今みたいにだいぶゆっくりガン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 、ダダダダダンみたいな感じだと、お、意外と早かった。さあ、ラスト。覚悟の違いを見せつけてやろうか。でさ、出んなよ。出ないね。ないね、これ多分。今出たらもう遅いからね。よし。もう勝ったわ。大砲の竹を取りたい、取ったー。テスラそこなん。あ、テスラそこなんか。まあいいや。おいちゃんここでいいや。アイスラバー。これは、フリーズいらんな。折れる折れる。投石まで、いけるよ。ナイス。イーグルまで、イーグルまで来て。インビジブルでやれば俺、倒せると踏んでるんだけど。オッケー、キング隠し。もともとこのプランなんよ。ターンを、インドラとボマーで潰していく。は？は、なんでホーミング当たったんや、俺に。ホーミングチェックのバラン何したん？いやー。6人死んだな。ああ、これ裏残すべきだったな。ドキンコかな。無駄に自分だけあるんだが。いや、どうだこれ。マニアか。マニアね。余裕じゃん。醤油だった。はい、格の違いを見せつけてやったということにしよう。ピーガホグね。ウォールブレーカー3枚あるけど、穴開けるようなとこってあんまりないから、イーグルの方から来るのかと思ったらタンホール。届かず。あ、そこか。なるほどね。それで繋ぎたかったのか。ってことは1枚目はテスラチェックかな。テスラチェック及び開けたらいいなの感じかな、きっと。ドラゴン。これは、カモエンゲン。いい誘導だ。うわぁ、本も解除されていく。これ強えなぁ。キングトーカー使えるのにサイドカットにイエティまで咲いたね。相当あれだったな。
ボムターンをあえて受けていきつつ、おお、いいよ。いや、でもこれ強すぎるな、さすがに。なんとか止まってくれないか。止まってクリアしないか。いやー、いいトムだ。まっすぐ、クイーンの方もフリーズで延命されていく。ロイちゃんがなぜ君一人だけそんなとこにいる。止まんねえなー。回収ヒール。これはいかれたー。おお。ロイちゃんストップの要因はできたが、すごい量の奴らが9時におる。ユニット流れてるんだけど、もう、流れてるとかの、量じゃなさすぎて、もう止まらん。中心、ロイちゃんだけ入っても、ロイちゃんだけに行かれたな、もう。ロイちゃんもそれすらワンチャンないな。能力残ったロイちゃんが外周流れてるだけだもんな。強えわ。行かれたね。はい、というわけで今回は、クイーンを勝つベースデーモンキングスというわけで14対12格の違いを見せつけてやったということにしましょう。うん、それでいいや。まあね、うん。まあ初戦ということで、まあ、比較的楽には勝つことができたんですけど、まあでも言うてそんなに、まあ12点は取られ、うん、そんなに差はなかったように気はしますね。まあライダーシュはちょっとあれでしたけど、他のアタックは結構際どかったですね。なんかプラン的に合ってるけど、なんかやり方次第ではもう全開になりそうなプランというか。あの時間切れのドラゴンライダーのやつがガーゴイルがめちゃくちゃもったいないっていうのと、そもそもプランニング的にガゴ4体のあの編成はヤンキーすぎるかな。ドラゴンなしでドラゴンライダーオンリーだったので施設で取れるユニットがいないですからね。結構ドラゴンライダーガーゴイル多めに使った方がいいかなと思います。結構、見受けられるので、ガゴ少なめすぎて、時間切れみたいなやつとか、ガゴの出し方悪くてみたいなのが、うん。はい。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録お願いします。その次の動画でしょう。さあ、